はい、皆さんこんにちは。栃木のたけし農場です。今日は、草刈り機の刃を交換していきたいと思います。で、あの画面中央に 40P×255 という文字が見えると思うんですが、それが草刈り機の刈り場の規格です。で、40P っていうのはチップが40個ついてますよと。で、外径255ミリっていうのは、外径が255ミリありますよということです。この大きさですとね、ちょっと見にくいので、少し引いていきます。はい、こんな感じで、これちょっと裏返しにしたんですがね、ついてます。これ実は3枚セットでね、最後の1枚です。で、これ使うんでちょっとひっくり返しておきます。はい、じゃあこれは後で使います。下を置いておきます。はい、で、まず、この刃を緩めます。この中心にネジがついてます。これで、固定してあります。このネジは普通は右ネジなんですが、左ネジです。左ネジっていうのは、左に回すとネジが締まって、右に回すとネジが緩むという普通のネジと逆のネジになってます。ですから、これ緩めるときは右に回します。で、のを書く方向なので、こういう方向ですね。こういう方向に回すと、ネジが緩みます。じゃあ緩めていきます。よいしょ、よいしょ、緩んだかな。あ、緩みましたね。よいしょ、はい、で、こういう形になっております。で、ちょっといろんな部品がついてますので、順番に入れられるように、あと裏表も、逆にならないようにちょっと脇の方へ避けておきます。で、この中に、ゴミがついてるんで、このゴミを軽く掃除します。掃除が完了しました。で、これが先ほどの刃ですね。これ裏表があるんで、裏表、間違わないように、これ裏側から見てますので、この255mm40p、 これが上になるように、だからこれをくるっとひっくり返して、こういう風な向きで取り付けます。はい、で、これで元に戻していきます。はい、それで、これは左ネジなので、左に回すとネジが入っていきます。はい、左に回してネジを入れていきます。
で、刃はこういう方向、右に回転します。で、ネジが 左ネジなので、まあ、回転するとネジが締まっていく方向で回転しています。普通はこれで外れることはないんですが、ごくごくまれに緩んできて外れることがあります。自分も2回くらい経験、45年の間で2回くらい経験してます。で、外れる直前に振動が来ますんでね、ちょっと振動が来たらもう地面に、刃をこう押さえつけて、もうすぐ回転を止めると。これ草の中に落ちちゃうともうほとんど見つからないので、この金具を落とさないためにも、振動が来たらもう地面にグッと押し付けて刃を回転を止めるとが一番ベストかなと思います。はい、これで、取り付けの方は終了しました。じゃあこれをまた、ひっくり返して、ちゃんと動くかどうかの確認をします。ちゃんとセンターに入ってるかな。あ、ちょっと外れちゃいましたね。この辺か。もうちょい上か。まあ、ちょっとセンター出てませんが、ちょっとこれで一回エンジンかけてみます。特に振動の内容なので、これで交換終了です。